そうそう、会えなよ。畑を広げていくには種が必要であろう。我が輩が気を利かせて探しておいた。なんか、気を利かせてとか。この種は我が輩のヒゲに絡まっておったのだ。今後も種を見つけたらお主にやろう。なんかやだ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんだ私これ、何持ってんだ何持ってんの私、ちょっと待って。邪魔なんだけど。え、よっ。よし。これは何、もう育ってんのか。うわー、びっくりした。できたー。何、そんなナイスタイミングでできたの。やったやん。コンボでやればいいんやっけ。はっ。こんな感じ。やったね。ふー、あと1個ができてないけど、まだ。そんなに時間差あったっけな、これ。できたよ。わあ、なんて素敵なモンゾーラキャベツ。ついにお野菜を収穫できたんですね。どっからか現れるババンゴの実が爆発すると、土が腐って長いことまともな野菜は育たなかったんです。こんなに立派なキャベツ、私生まれて初めて見ました。さすがビルダーさんですね。え、でも、植えたのはあなただけど。あ、植えたのは私か。どひゃー。おー、来た来た。これはすごいっす。チャコさんとあんたが作ったんすか？だとしたらあんた本当に。ビルダーなど、そんなおぞましき魔の我が輩は信じぬ。行くぞ、ポンペ。え、あ、うっす。でも。おいおい、なんだあいつら、ビルダーに恨みでもあるのかよ。恨みというか、ビルダーは絶望を振りまく存在。島の人たちにとっては悪そのものですから。お、びっくりした、なんかと思った。アイラさん、私はビルダーは悪なんて思ってません。今はむしろその逆です。でも、古くからの教えのせいで、ドルトンさんは素直にならないみたいですね。そ、これなんです。実は私、畑を作ってる間に思い出したことがあって。アイラさん、あそこにある鐘が見えますか？うん。あ、なんか可愛いのあるなって思いよった。かつて島を訪れたビルダーは、島民にものづくりの素晴らしさを示し、集めた力で鐘を鳴らしたそうです。そして、人々をものづくりに目覚めさせ、自分と村そのもののものづくり力を高めたとか。ふんふん。これってまさに、アイラさんが拾っているというあれと関係ありそうだと思いませんか？さあ、ものは試しです。今まで集めたあれを使って、ビルダーの鐘を鳴らしてみてください。ハートのことか。ビルドレベルを上げられるようになった。何台ビルドレベルとは。あ、これ何？何回でも生えてくる、もしかして。え？超有能なんやけど。やば。いいね、いいね。で、何？ここで、ベルを鳴らす。おぉ。お、何？何？何？これで何かし、お、ビルドレベル1。やっと1なんやね、初棒。住人たちがものづくりに目覚めた。何一緒になってやってんだ。住人たちが畑を耕すようになった。住人たちが水をまくようになった。なんだ、君たちもやってくれるのか、結局。お、なになになに？今度は何をするの？お、アイナはたくさんのレシピをひらめいた。あ、これでなんか家ができそうな感じやね。おいおい、なんだか知らないがすごいじゃないか。あたりに不思議な力が広がったぞ。ビルダーめ、一体何をした？この力は何なのだ？体の内側から物を作る意欲が湧いてくるっす。畑を耕したくて仕方ないっすよ。どんな、思った通りでした。集めた力で鐘を鳴らすことで、皆さんも物作りに目覚めたみたいです。それに、丸太の椅子に板のテーブル、収納箱を作れるようになったんですね。そうか。木の核で我が輩たちが住む場所を作ってくれるというのだな。作れるものをこんなにひらめけるなんて、ビルダーさんってすごいです。で、お前いつまでそんな偉そうにしてる気だ？これからは我が輩とポンペも、お主たちの大農園作りに協力する。農家としてこの村で共に暮らしていくぞ。我が輩たちは朝起きて畑を耕し、夜は眠る。じっくりと時間をかけて野菜を育てて参ろう。おお、すごい規則正しい生活。やりましたね、アイナさん。これでみんなで農園を作っていきますよ。やったね。住人たちの暮らしが始まった。村にある部屋や時間によって行動が変わる。一日中ずっと畑で働いたりはしない。ふんふんふん。なるほどね。まあ、そうですよね。まあ、そうですよね。やりましたね。ビルダーの金で二人はものづくりに目覚めさせることができました。
イナさんのものづくりに触れたり、人々が自分でものを作ったりすると、その喜びがかけらになって落ちる。かけらを集めて金を鳴らせば、みんなのものづくりへの興味が上がって、アイナさんのも作れるものが増える。これってつまりそういうことなんじゃないでしょうか。めっちゃいい関係やね。その不思議な力、その不思議なかけら、これからもどんどん集めて、島にものづくりの力を振りまいてくださいね。了解です。頑張ります。アイナさん、シドウさん、あの二人もものづくりに目覚めてくれました。本格的に農園づくりを進めていきましょう。そうは言っても、まともな土が全然ないぞ。種だって他にあるのか？それは。どうしましょう、アイナさん。それを私に相談する？貴様らビルダーは悪とか言い割に、アイナを頼ってばかりじゃないか。教えろよ。そもそもどうしてビルダーが悪なんだ？そうでした。思い出しちゃいました。私、キャベツの他にもう一つ種を持ってたんです。え、無視？はい。アイナさん、これ、受け取ってください。不思議な種を手に入れた。何不思議な種、何ができるの？怪しいものじゃないだろうね。何でも特別な力が宿ってるとかで、ずっと小脇に抱えてたるなんですが、なんか光り出したよ。ん？おい、アイナ、あそこ見てみろよ。あそこってほど遠くもないけどね。これでいいんじゃない？台座的なものが光ってる。まさかビルダーさん種に反応して。台座的なもの。ふわっとしてるね、なんか。アイナさん、お渡しした不思議な種。あの光っている場所に植えてみてください。あ、マジで？ここに？なんかみんな集まってきたけど。これで？あ、不思議な種がゆっくりと根を下ろした。なんか花咲いた。何これ？何なのこれは？お、成長が早い。これは一体？あ、ひょっとしたらとんでもないものなのかも。破壊神様の罰が当たるんじゃ。破壊神？なんだそいつは。お前だお前。指導さん、破壊神様のことを知らないんですか？ということは教団のことも。そっか、だからビルダーが悪だって知らなかったんですね。道理で話が噛み合わなかったはずです。ここは大神官ハーゴン様が説くハーゴン教団の教えが信じられている島。島に暮らす人々はみんなものづくりを悪とするハーゴン教団の信者なんです。何？そんな島に。茶子さん。何？どうした？あ、誰か来た。大変っす。この木の光を見て教団の副総督様が。え？アイナ、あそこだ。戦うの。なんだ？何か言うことはあるのか？お前たち、ここで何をしている？いや、まあ、なんだ、怖い。なんだこの木は。まさか何か物を作っておるのでは。物作らなかったら、どうやって生きてきたの？生きてる人たちいるんでしょ？食べ物とか作るやん。何？ここで農園を作っているだと？己許さんぞ。わしが治めるこの門蔵ら教区で、ものづくりに手を染めるなど。すみませんっす。許してくださいっす。わ、私が畑やキャベツを作ってもらったんです。ビルダーのエルさんは悪くありません。ビルダーと言うな。何？ビルダー？この眠たげの若者がビルダーだと？眠たげで悪かったな。ん？よく見ればこの木は。おい貴様、この木のことを知ってやがるのか？何？これは島に緑をもたらす恵みの大樹の若木に違いない。お、そうなんや。そんなもの小脇に抱えとったん？マジで？いいやん。ふん。わしはこの木を見て気が変わったぞ。教団本部には秘密でこの木を育てること許してやろう。しかししくじれば命はない。え？でもどうやって育てれば？え、緑だらけになってもいいの？島には大樹を育てる方法が残されておる。特別に教えてやろう。もう何？ミッション、大農園へのうち。キャベツを15個収穫すべし。キャベツはかつてモンゾーラの特産品だったそうだ。見事この地で育ってみせよ。もしも種が足りないなら自分たちで集めるがよい。小麦を50個収穫すべし。これは時間がかかりそうなミッションってことやね。かつて人々はモンゾーラ小麦で様々な食べ物を作ったという。小麦は島の豊かさの証なのだ。種がもしないなら地べたを張って探すことだな。畑を50マス作るべし。広大な畑こそモンゾーラの風景。大農園を作る足がかりとして50マスの畑を作るのだ。畑を作る健康の地が足りないなら土
地をきれいにする方法を探るがよい。恵みの胎児のことは我が輩耳にしたことがある。とある巨木が島の緑を守っておったと。ということは、新しい胎児を育てられれば、大農園の復活という夢が叶うかもしれません。だが、いきなりやってきてこんな怪しいやつ、信じていいのか？クックック、生意気だなこと。破壊神様の生贄にしてやろうか。指導さん、今この方法しかなさそうです。アイラさん、改めてお願いします。大農園復活するために、一緒にお題に挑んでもらえませんか？いや、いいけど。指導って名前に反応しないのか、君は。やった！アイナさんならそう言ってくれると思ってました。クックック、ビルダーよ。お前は物分かりが薄そうだ。大事なことはわしに聞くがいい。何、ずっとここにいるの？小麦の種も畑を大きくする土も今はありません。でも必ずなんとかなるはずです。小麦と畑作り後回しにして、まずはキャベツ作りから大事のお題に挑んでいきましょう。さっき回収したやつも含まれるんかな、個数に。やとしたら、あ、含まれとるね。4。畑もとりあえず20はあるんや。なるほど。てか、これできんな。これできないんですけど。とりあえず、キャベツの種、植えれてないやつを植えていきますか。あ、これキャベツか。びっくりした。種かと思った。もうやめてよ。あれ？ってことは種、あれ？種もらわんかった？あ、これか。びっくりした。もう。やめて。お、野菜が育つまで。野菜が収穫できるようになるまでとても長い時間がかかる。村をきれいにするなどして待っていいよ。結構な時間がかかるということで。はい。どんどん植えていきましょう。これでとりあえず OK でしょう。あとは小麦。小麦とか。え？何そんなところで寝てるの？怖い。いや、言うてもあれか。家がないから。いや、畑を作る手順は別に大丈夫よ。わかりました。もし手順がわからなくなったら改めて声をかけてください。でもここさ、地面めっちゃドロドロな部分だからさ、もうちょっとちゃんとしたところの方がいいんじゃないかな。何？なんか呪いかけられてない？大丈夫？いやー、島の副総督様が来るとか、本気でビビったっすけど、どうやら大臣に興味があるみたいですね。しかし貴様ら、どうして破壊の教団なんか信じたんだ？あのダサい格好の奴らを。どうしてって、島の人は生まれた時から信者なんす。疑問を持ったことなんかないっすよ。それはそうと、アイナさん。さっき収穫したキャベツは食べてみたっすか？間違えて食べた。これからたくさん作っていくんす。キャベツのお題に挑む前に、一度キャベツを食べてみてくださいっす。食べたよ。また食べないといけないの、これ。食べまーす。ねえ、飛んできたんですけど、何？怖い。うおー、アイナさん、キャベツを食べてくれたんすね。物を食べると満腹だと体力が回復するっすよ。ちなみに、この島には回復薬があまりないっす。なのに無駄にしてしまった。野菜を食べて乗り切るといいっすよ。あ、キャベツが一個できとる。俺、畑を作りたがってたチャクさんに誘われてここに来たんすけど、教団にバレないかビクビクしてたっす。でももう吹き出たっす。俺今日限りでハーゴン教団を抜けて、アイナさんみたいにビルダーになるっすよ。これから俺も物を作るっす。ハーゴン教団でクソくらいっすよ。え、副総督がいる前で。おい小僧、わしがここにいること忘れたか？教団の侮辱は許さんぞ。ひえ、すいませんっす。許してくださいっす。弱いなダメじゃないか。聞こえてないんかと思ったけど、やっぱ聞こえとるよね、普通に。何？何の用ですか？今度は。チャコにこの場所を聞き、半信半疑でついてきてみたが、まさかビルダーと物を作ることになるとはな。してあいなよ。当然ながらビルダーというのは家を作ることもできるのであろう。お主には自らで素材を集め、あそこの赤い扉がついた壊れた家を寝室として作り変えてほしいのだ。まあ、寝室大事よね。まずは2段以上の壁と扉で部屋を作ってくれ。壁はその辺どれで作ってもいいが、木材の壁や板の床などを使うと、さらに活かした部屋となるかもしれんな。部屋ができたら、次にわらベッドを2つと、明かりを1つ置き、寝室を完成させるのだ。え、でも2人しか寝れんよ、それ大丈夫？あ。くっそー、またしても無駄にしてしまったぜ。でもこれで5個やね。オッケー、オッケー。じゃああとは、泥で作るのなんかあれよね。どこやっけ？あ、ここか。はい、このテーブルで、
とりあえず木材の壁、これを作りたいんだけど。はい、オッケーです。とりあえず20個用意してみた。どうかな、いけるかな。でも周りがな周りが結構汚いんよね。まあいっか、作っていきましょう。はは、取り上げた。ちょ待って、ちょびっくりしたんだけど、めっちゃびっくりしたんだけど、やめて超焦るわ。あ、待って、はい。はい、2段ね。ちょ、この余計な部分をさ、あ、取り除いて、いや、やっぱちゃんとしたいやん。そして、はい、小さい焼き部屋。これで、いや、やっぱり綺麗にしたいかな。やっぱり綺麗にしたいような気がしてきた。ってことだから。小さい空き部屋、よし、来たー。これであとは藁のベッドを、ん、なんか浮いてる。とりあえず取っといて、で藁のベッドを2つほど、はい、藁ベッド2つ、4人分いると思うけどなあれ4人、5人か、5人分いると思うよ。なぜ2人分？男2人ってこと？いや、女2人寝かせろ。寝かせろよ。ん？ちょっとこれ待って。もうちょっと奥に、もうちょっと奥行けるよね。あ、行ける行ける。オッケー。じゃ、これであと。はい。わらベッド2つ置いたよ。で、あと何がいるんやっけ？わらベッド2つ。で？ちょ、わからねえ。これと何がいるって？ふんふんふん。寝室ね。2段以上の壁と扉で部屋作った。で、部屋ができたらわらベッド、明かり。明かりや。よし。明かり、明かり。明かりは、明かりはもうあれしかないんかな。松明。なるほどね。他になんか良さげなものは？掲示板作れるん？マジで？マジで？いいね。まあ、とりあえずじゃあ、はい、松明を。松明は家の中につけるんかな？外でもいいのこれ。あ、置けんや。ってことは中か。じゃあ扉の横ぐらいにつけといたんでいいかな。はい。あ、そっか、下なのね。あー、燃える。部屋レシピを発見した。部屋の中に特定の組み合わせで家具を置くと名前付きの部屋が完成する。住人の生活が部屋によって変化するぞ。あ、ちゃんとそこにあった生活の仕方をしてくれるわけで、めっちゃハートが。
やるではないか、ありがとう。おお、寝室ができたのだな。これは素晴らしい。夜は視界が悪く、魔物も多い。無理して出歩かず、寝室で眠れが良い。眠れば体力も回復するであろう。そうか。ビルダーとは共に住む人々に家や食べ物を与え、暮らしやすい環境を作るものなのかもしれぬ。そうよ。いいやつよ。めっちゃ負けぞりやん。とはっはっは、長年悪だと思っていたが、我が輩は今ビルダーの素晴らしさを見た。アリナ、我が輩はあの鐘の音を聞いてから物が作りたくて、どうにもうずうずして仕方ないのだ。決めたぞアリナ。我が輩もハーゴン教団を抜け、ビルダーとなろう。お主と共に大地を育っていくぞ。部屋は全ての基本だ。これからはこの島のビルダーとして、他の住人のためにも部屋を作ってくれ。そうそうアイナよ。畑を広げていくには種が必要であろう。我が輩が気を利かせて探しておいた。なんか、気を利かせてとか。この種は我が輩のヒゲに絡まっておったのだ。今後も種を見つけたらお主にやろう。なんかやだ。何の種？キャベツ。なるほど。ありがとう、それは助かるよ。ちょっと松明の位置をさ、変えたい。松明の位置をここにしたいんだ、私。はっ。もうちょっと奥行けるんじゃないかな。よいしょ。はっ。これでオッケー。燃えそうやけど、まあ大丈夫でしょう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、ここでもね、5人おって2人分のベッドしかないってことは、早い者勝ちになるってことかな。起こせば私寝れる